では皆様拍手でお迎えください。どうぞご登壇ください。さてランキング戦は竜王挑戦権をかけて全てのプロ棋士と女流棋士、女流奨励会員、アマチュア代表者が6組に分かれてトーナメントを競うものです。皆様遠慮していらっしゃいますけれども、どうぞご登壇ください。今期も1年間にわたって数々の熱戦が繰り広げられました。はい、皆様遠慮がちにステージに上がられましたけれども、さあ各組優勝者の皆様こちらで勢ぞろいいたしましたね。さあでは表彰に移ってまいりましょう。まず6組優勝は出口若武六段です。出口六段前方中央の方にお進みください。出口六段は思い切りのいい早指しでファンを沸かせました。さて各組優勝者には読売新聞東京本社前木理一郎専務取締役編集局長よりメダル盾が贈られます。前木局長よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは出口六段に一言コメントをいただきましょう。センターマイクでお願いします。そうですね、6組優勝できたことはとても嬉しかったんですけど、まあ、伊藤七段に完敗してしまったので、まあ、次対局するときはですね、もっと熱戦にできるように精進していきたいと思っております。今日はお集まりいただきましてありがとうございました。出口六段ありがとうございました。お戻りくださいませ。さあ続いて5組を制しましたのは36期挑戦者伊藤匠七段です。5組を制し決勝トーナメントでは上位陣を撃破しました。それでは前にお進みください。史上初めて5組からの竜王への挑戦権獲得、七番勝負では藤井竜王との同学年対決が注目を集めましたね。では前木局長お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは伊藤七段からも一言コメントをいただきましょう。お願いします。皆様こんばんは。棋士の伊藤匠です。今期の竜王戦では前期に続いてランキング戦で優勝することができまして、まあ、再び竜王就位式に参列できることを喜んでいたのですが、まあ、思いがけず挑戦者となってしまい、まあ、こういった立場で出席することとなって、まあ、少し気まずさも感じております。ただそうですね、まあ、今期竜王戦では、自分自身、まあ、とてもこう成長することができたと感じております。まあ、番勝負ではこうストレート負けという結果となってしまったのは自分としては残念ですが、まあ、藤井竜王の強さをまあ肌で感じることができました。まあ、この経験を今後の棋士人生の糧にしていきたいと思っています。竜王戦の開催に携わられております関係各位の皆様にはこの場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。伊藤七段ありがとうございました。お戻りください。さあ続いて4組優勝は大石忠七段です。4組を制し11年ぶりに決勝トーナメントに進出しました。どうぞ前方中央にお進みください。前木局長お願いします。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは大石七段一言コメントをお願いします。はい、皆様こんばんは。はい、ただいまご紹介いただきました、棋士の大石忠です。本日は、たくさんの方々に、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私自身はそうですね、6組、優勝して以来、11年ぶりの、こちらに、来させていただいております。毎年ながらですね、ここ最近は1回戦に負けてばかりでして、優勝を目指すというよりも高級の一番を戦うという立場でございまして、
前期はたまたまそうですね、1回戦を勝つことができまして、自分としても伸び伸び将棋が指せたんじゃないかなと思っております。そうですね、なかなかこの舞台に立つことも難しいとは思うんですけれども、また精一杯、この舞台に戻ってこられるよう頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。大石七段、ありがとうございました。さあ、続いては3組、三浦弘幸九段です。勝負どころでの読みの深さで堂々の3組優勝です。それでは三浦九段、前方中央にお進みください。前期局長、よろしくお願いいたします。どうも、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは三浦九段から一言コメントをいただきましょう。お願いします。棋士の三浦です。本日はこのような盛大な会に来ていただいて本当にありがとうございます。はい、そうですね、まずちょっと驚いたのが伊藤匠さんがこれだけ喋るようになったんだなと思ってまあ本当に私としてはね、研究会仲間でもあるので、まあ、嬉しいんですけれども、はい、そうですね、私自身優勝したのが、1組と2組、3組、今回3組、4組も優勝したことがあって、5組と6組のメダルを持ってないのは本当に残念なんですけれども、わざと落ちて5組、6組のメダルを取ろうかなという作戦も一瞬考えたことがあるんですけど、まあそうですね、でも、下に落ちても伊藤匠君みたいな人もいるんでね、やっぱり下に落ちても楽じゃないんで、しばらくまあなんとか踏みとどまって上で頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。はい、三浦九段ありがとうございました。さて、続いて2組ですが、2組の優勝者は豊島将之九段です。豊島九段はご都合により本日は欠席でございます。それでは最後に1組優勝者の表彰です。トップ棋士のトーナメントを制したのは稲葉陽八段です。攻守にバランスが取れた居飛車党で、手数が長引くことも厭わない重厚な棋風で強豪揃いの1組優勝です。それでは前期局長お願いします。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。それでは1組優勝稲葉陽八段より一言コメントをいただきます。お願いします。皆様こんばんは。そうですね、私も、ランキング優勝は6回していまして、ただ2組で2回優勝しました。3組でちょっと優勝がないので、まあ、三浦九段みたいにちょっと高級してから優勝を狙うというわけにはちょっといかないので、まあ、上の方で頑張っていきたいかなと思います。まあ、1組優勝は初めてだったんですけど、まあ、非常に有利な立ち、まあ、にあるかなと思ってたんですけど、まあ、5組から本当にすごい勢いで連勝で勝ち上がってくる若手がいまして、まあ、有利な場面も気づいたんですけど、まあ、そこでやっぱり勢いに飲まれまして、任されまして、まあ、厳しいかなというところでしたけど、また来期も、まあ、ちょっと1回戦は負けてしまったんですけど、まあ、1組は、まあ、1つ負けてもまだチャンスがあるので、まあ、またこの場に戻ってくれるように頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。はい、稲葉八段どうもありがとうございました。さあ、それではここで勢ぞろいした各組優勝者の皆さんの記念撮影です。では優勝者の皆様、その場からですね、ちょっとセンターの方にお寄りになっていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、カメラマンの皆様、位置ですけれどもこの辺りでよろしいでしょうか。もう少し前に出ていただいた方がよろしければお声掛けください。大丈夫そうでしょうか。いいですか。 OK ですね。はい、それでは写真撮影です。まずはスチールカメラの皆さんに目線をお向けください。お願いします。
改めましておめでとうございます。皆様大きな拍手をお送りください。はい、それでは皆様お席にお戻りください。各組優勝者の皆様、円卓のお席にお戻りになります。はい、どうもありがとうございました。さて、にぎやかに行われました各組優勝者の表彰でした。